Hi, I'm Ellis, and I produce The Cute Show. Hi, hello, welcome. We went to Japan to meet Takako of Catprin, the world's premier feline cat tailor. Takako was sick some years ago, and she all of a sudden said that one day she had this dream where God came down and told her, you need to make clothes for cats. And that's what she did, and it became hugely popular in Japan. She spends all day designing cat clothes, and she dresses up her cats. We decided to put out a book of her creations called Fashion Cats. It came out last year. Check it out in the description below. And now here it is, The Cute Show. イメージしたものはただこう書いておくんですよ。で、1、2年後になってるともう完成して作品になってたって後でびっくりするんです。これとこれも、これはこれなんですね。Hello, I am Queen. Hello, welcome, welcome. 私が女王様のプリンです。プリンは今9歳です。プリンが3歳の時にとっても寂しがるようになりまして、お留守番する時も一人じゃ寂しいので、弟を探しましたらこの子がやってきました。はい、はい。I'm Kotaro. Hello, New York. なんだなんだ。こうちゃん？ん？こうちゃん？ん？え？コウタロウが初めて出会っこのお部屋で出会ったんですけど、プリンは他の猫を一切受け付けないんですよ。認めないのに、この子だ、この子はどんなにプリンに威嚇されてもシャーって言われてももうその日からくっついていくんですよ。でプリンちゃんはもう数分でコウタロウを受け入れたんです。今までどの猫とも仲良しになったことがないのにこの子だけなんです。すぐ舐めてあげて、ほとんどが私の力ではなくてどこかなんか違う次元から来ているようなんですね。イメージするんですけど、これも私実は私の力ではなくてどこか違うところから次元からやってくるんですね。イメージの映像としてその映像をこのなんか3次元に形にしていくっていうのが私の仕事なんですけど、誰もやったことがないお仕事だったんですけど、天から教えてもらったことなのでよしやってみようと思いまして、思い切って猫のお洋服をスタートしました。一つ一つはハンドメイドなんですか？そうですね、もう一点一点手縫いでしっかり作っております。今まで何点ぐらいで制作されました？ああもう想像もつかないです。わからないです。もう途方もない数ですか？わかりませんね。 1万点予想はちょっとまだわかりませんね。足がクロスしてるところとかすごい。これは自分でポーズをしてます。なかなかできないですよね。普通はできませんね。プリンちゃんっていうのは真っ白いスコティッシュフォールドの女の子です。猫は女の子の猫です。スコティッシュフォールドっていうのは耳が折れてるんですけれど、耳が折れている猫で真っ白いっていうのはとても大変珍しい種類なんですけど、猫の雑誌って日本にあるんですけども、その本に真っ白い天使が生まれましたって一言が書いてあったんですね。あ、この子だと思いまして、で孝太郎は意識してません。おもちゃをポーンと上げて下がったところを撮っていただくだけなので全くお仕事とは思ってません。孝太郎これ遊びです。あ、上手ね。孝太郎女の子にもなれますよ。
はい、うん、これが難しいんですよ、猫に着せ、あの着せながら着つけるっていうのが。もう、なんでしょうね、もう、なんでしょう、とても幼いんですけど、可愛い子供です。この子はコスプレとか、楽しいお洋服がとっても似合います。プリンちゃんは女王様なので、あのエレガントなお洋服が一番似合います。女王様みたいに、あの凛としてまして、ね、あまり猫らしくないんですけど、自分の意思をしっかり持ってる猫です。この人気のウサギなんですけども、猫ちゃんとお揃いで、あの男性が僕もかぶりたいって言われるんですけど、とってもそれはちょっと作れなくて、もう人間用はお断りしてるんですけども、てかこの子が可愛くなるために私はデザインをしているので、この子のためだけに作ってます